こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんにちは。お疲れ様。この時間、そうだね、6時に終わります。かつっちさん、やすべさん、ありがとう。浴衣っぽいですか、これ。そうかな、確かにちょっと浴衣っぽいかも。ここだけ見たら。こんばんは。こんにちは。あ、そう、確かになんかワイシャツみたい、これ。父のワイシャツ確かに。ワイシャツ。あの、今ね、本当にちょうど始まる前にショールーム、めっちゃ夕日がめっちゃ綺麗だ。夕日？日差し夕日がめっちゃ光ってて、私いつもカーテン閉めてるから、カーテンのから漏れるそのオレンジの光みたいなものが見えて、いや、これはもしかしたらと思って外見たら、結構なオレンジの夕日だった。だからなんかいいなっていいなって思って、うん、カーテンは開けてないけど、あ、でも写真だけ撮ったよ。あの、夕日に照らされる私の写真だけ撮った。やんちゃん、やっほー、はじめまして。やんちゃるさん、ありがとう。はじめまして。はじめまして。キッチンさん、ひろちさん、えんじょうさん、あーちゃん、わたるさん、おだしさん、ありがとうございます。何？東の空に未確認飛行物体って何ですか？怖。怖すぎ。前髪素敵、本当？今日はちょっとピンで留めてるんだけどね。やっぱり雲の写真送らない。え、送った方がいい？じゃあ送るよ、送るよ、送るよ。じゃあ後で送るよ、皆さんに雲の写真を送りつけてやるこんにちは、こんにちは。ねえ、今日日曜日でしたね。今日何があるんだろう。今日何がある？テレビ、今日は何があるの？なんか私最近本当に全然テレビ見てなくて、そろそろさ、ドラマ始まるじゃないですか、秋ドラマが。だからちょっとそろそろこう録画とか、まだ始まらないか。翔さん、はじめまして。はじめまして。あ、いけちゃん、あ、そっか、なんか出るやつか。いけちゃん、あ、みんなで見よう、いけちゃんの。来週からとかか、ドラマ始まるの。だからまあそろそろ録画とかを始めていかないと、私多分忘れちゃうから
だからまあこんにちは。ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんね、そうちびまる子ちゃん大好き大好き。今やってる？もしかしてちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃんこんにちは。ドラマはね、結構ちょっと気になるドラマ結構あるなって、この間見たんですよ。なんかこの秋皆さんに言ったじゃないですか、このドラマをさ見ようみたいな、この秋は。でまあお話し会とかでドラマの話とかしようよみたいな。でこの間何のドラマがあるのかなって思って見たんですけど、なんかね面白そうなのがいっぱいあった。なんか面白いやつ、面白いやつがいっぱいあったからたくさん見るかもしれない。あ、ちびまる子ちゃん18時からか。えいひろさん、はじめさん、なっかーさん、広島っ子、パセリさん、やすぶゆさん、ありがとうございます。サスペンス系あった、え、なんかあったかもしれない、怖そうな感じのやつあった気がする。だからそれを見たいな。あ、そう、皆さんも言ってた推しぶどうってやつもちょっと見たいな。こんにちは、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 こんにちはこんにちは。だからちょっと始まる前に私1話を見逃してしまったらもう絶対一生見ない人なんで、だからちょっととりあえず1話は忘れる前に録画しとかないといけないなって感じ。もう1話見逃したらさ、もうちょっといいやってなるから、だからちょっと1話はね録画しておこうって思う。あ、 TVer、 あ、そっか、 TVer で見れるか、確かに。でもなんか TVer でドラマ私あんま見ないんだよな。TVer でも見れるか。え、でもさ、なんかイコラブさんのドラマ、なんかイコラブさんのドラマなのかちょっとわかんないけど、なんかそれもしかして見れますか TVer で。なんかあった気がする。ドラマなのかな、ドキュメンタリーなのかな、ちょっとわかんないけど、でそれがあの TVer にあった気がするんだよね。遊びに来たよ、ありがとう。ちょっと名前の漢字がちょっと難しい。北立つ。さん、ありがとう。あれ、イコラブさんとノイミさんのあれか、ドラマなんかな。なんかすごい気になってまだ見てはないんですけど、ドラマなのかな、ちょっとわかんないけど見たいなーって思ってます。こんばんは、こんにちは、こんばんは、こ
こんばんは。うん、ドラマ、そうドラマなんか、ちょっと皆さんもドラマ見ようよ、この秋見よう見よう。好きすぎる？何そのコメント、かわいい、ありがとう、ありがとう。ちょっと前ですけどクラコン良かったです。本当に？私あれちょっとね、一回別見たんですよ。そうでもちょっと自分のところを自分でしっかりとは見れなかった。毎回そうだけど、自分の出てるやつ、自分のことを見れない、テレビで。なんか自分なんでかわかんないけど、自分は見れないんですよ本当に。いや見てるんだけどなんかがっつり自分を見れないっていうか、テレビでは。そんな感じです。トムさん、マサさん、フットムーンさん、ありがとうございます。そうだからショールームとかも見れないし、そういうのが見れないです。あ、ラジオはね全然聞ける、ラジオは聞けるんですよ。逆にラジオはめっちゃ好きで、なんかこの間りねちゃんと出たなんだっけ、チリパとか3回ぐらい聞いた結構さ、その話した時のことが思い出されて、自分でもなんかすごいね、面白いなって思うから、面白かったなみたいな、すごいそれが思い出されて、そう3回ぐらい聞いたそうラジオはその楽しかったことをこう思い出すから、面白かったこと、それはすごい自分的にはね結構好きですね。うん、ラジオ聞いてて自分で自分に笑ったりするのって、自分で自分にってこと？あ、自分の発言っていうことですか？自分の発言、自分の発言は別に笑わないでもりねちゃんとの回のやつは普通にりねちゃんめっちゃ面白くて、めっちゃ笑ったまたりねちゃんとラジオしたいなって。でも今多分ラジオって言ったらさ、チリパぐらいしか多分ないじゃないですか。だからもう一回やったから多分もう当分ないと思うんですけど、でもりねちゃん、でも最近りねちゃんにそういえば会ってない気がするんだよな。りねちゃんに最近会ってないんだよ。りねちゃんに会いたい。こないだのあれ以来あったの、お話し会、オンラインお話し会、
以来会ってない、会ってないかもしれないから。でも今日りねちゃんそういえばあれだよね、公演出てるよね。公演頑張ってましたね。今日さあのあれだったのよ、私さりねちゃんとやっぱ似てるなってすごい思ったのが、まあ今日ねあのレッスン動画のフリー V 見てたんですけど、あのりねちゃんがあの逆パンを発動していてね、私さあのよく逆の振りをしてしまうっていうさ、逆パンが発動するって前話したじゃないですか。わーちゃんありがとう。そうあの逆パンがそのあの発動してしまうんですよ、私はよくね振り、なぜか逆の振りをしてしまうっていう逆の振りとか習ったことないのにいつもしてるんじゃなくて逆の振りをしてしまうっていう逆パンがよく発動してしまうんですけど、なんとりねちゃんも逆パンが発動してて、そう、それちょっと見てちょっとねあのニヤッとした今日フリップ見てて、そう似た者同士だなって本当に思って、しかもそのフリがなんかりねちゃん、なんでここを逆に間違えたんだろうっていうフリを逆にしててめっちゃ面白かった。なんか普通多分そこはあのさすがに私でもそこの振りって多分染みついてるから絶対逆にはならないはずなんだけど、なんかりねちゃん逆になってて面白かった、めっちゃそう、それをねちょっと今日発見してしまって、それをいやめっちゃあのやっぱ似てるんだなって思って、そういうところが似た者同士です。いやあの全然その振り起こしとかじゃなくて普通にレッスン動画なんですけど、だからその逆とかは全然そういうのなくて普通にりねちゃんが逆になっててそれがめっちゃ面白かった。こんばんは、こんばんは。ああそうだね、りねちゃんも虫嫌いしてたし面白いな思ってました。今日は面白いな。そうだから最近そういえばりねちゃんに会いたいなって思ってたんですよ。でもなんか近々会えそうな気がしている。嬉しい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちなみに10月に入りましたけど、あのメール取ってくれましたか？私のメールを取ってくれましたか？昨日メールのなんかやつ自分で作ったんですけど。ご新規さんメールを取ってくれてたらいいな。まあそうですね、あのもちろん継続してくれてるのももちろん嬉しいですけど、だけどやっぱご新規さんがあのメール登録してくれてたら嬉しいな、してほしいなって
思って、まああれ作ったんですけど、あれさ、あのうまくない、私あれ作るの誰でも作れるかあれいやでもさ、よく見たらさ、あのクリップみたいな、小さいクリップみたいなマークがあるんですけど、それ自分で書いたの、うまくないあれ。でよく見たらちょっとなんか手書き感がある、あの拡大してみたら多分手書き感あると思うんですけど、なんかメールの時間の下に、そう、あのクリップの小さいクリップマークみたいなのあるんですけど、あれ自分で書いたの、すごくない？すごくない？すごくないか、別にすごくないか。一応ね、あのスマホ用のあのタッチペン持ってて、それでね、あの書いたんですよ。そう、あの素材でしょに見えるでしょ。でもちょっと拡大したらね、あ、これ手で書いたのかなって感じに見える。こんにちは、こんにちは。もう53分だ。今日はちょっと6時から公演があるからね、それまでに終わろうと思っていましたので。マサさん、お金持ち先生ありがとう。炎上さんありがとう。差出人が綾香鈴木となっててリアルと思った。え、だってあれ綾香鈴木って書いてるよね。なんでか知らないけどさ、目のところ綾香鈴木って書いてるから、あ、じゃあ綾香鈴木にしよう。前髪何点ですか今日。52点。じゃあ今日はちょっと早いけどね、終わります。13位リュウキケンさんありがとうございます。12位コギタネ37さんありがとうございます。11位サヨッチョさんありがとうございます。10位キルスさんありがとうございます。9位ラブリー48さんありがとうございます。8位マツくんさんありがとうございます。7位中田田さんありがとうございます。6位ウニさんありがとうございます。5位お金持ち先生ありがとうございます。4位ナッカーさんありがとうございます。3位トムさんありがとうございます。2位広島港パセリさんありがとうございます。1位は、1位はじゃん、安部さん、いつもありがとう。1位、いつもありがとうございます。では皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。